こんにちは、ミスター M さん。例の旭川の中学生の14歳少女いじめ自殺につきましてちょっとコメントいただきましてありがとうございました。まあ本当にね、ミスター M さんは壮絶なといいますかね、辛い人生を送ってきた分、虐げられた者の気持ちっていうのがね、よくわかると思うんですよ。その上でね、やっぱ私たちはなんて言いますかね、やっぱ心を鍛えることによって2つのことをしなければならないのかなと。それはですね、やっぱこう打たれ強い自分を作っていく、鋼のような体をね、精神的にも肉体的にも作っていくことと、あとはですね、この悔しくても悲しくても怒りがこみ上げてきても、そのね、暴力とかいじめで誰かにその刃を向けないってことですよね。耐え抜いてですね、もう自分で消化していくってことですかね。このやり返してやるとか復讐心とかではなくって、自己を鍛えることによってこの自分の内側に対してこう意識を向けてですね、誰かに攻撃の矢を向けないようにしていくことかなと思います。そうは言ってもあまりにも理不尽なこととか一方的なものに関しましては、もしかしたらね、抑えきれないものが吹き上げるかもしれませんけども、そういう時でも強いものとかね、こう正義に向かって立ち向かっていきたいなと思うんですよね。ガチンコ男塾っていうかね、我々は本当にこう義を見てせざるは勇気なりと言いますかね。ちょっと次の機会にしましょうか、これは。はい、今回もですね、動画の方送っていただきましてありがとうございました。フィットグリップでトライセプスバーハンマーカールというね、ちょっとカタカナが並ぶと私も口が回らないんですけども、挑戦ということですね。40代まだまだ鍛えていきましょう。本当にありがとうございます。それではまたよろしくお願いします。そしてですね、また関東でね、私が、何がしかの憲法を学びに行く機会にはご一緒していただければと思います。少なくともその時はよろしくって感じですよね。学ランで行きますんでその時はよろしくお願いします。